さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。若いの見に行ったけども、いまだに脳内再生軽く可能よね。さあ、今夜は生徒みんなから届いているパフューム初のドキュメンタリー映画 We Are Perfume World Tour 3rd ドキュメント、ブルーレイ &DVD の感想を研究。さらに先日の北海道でアリーナ公演が終了したパフューム6ツアー2016コズミック6ツアーでいいんだよ。6ツアーでいいのか、ごめんなさい。6ツアー2016コズミックエクスプローラーの感想も研究していくとのことです。これネタバレ大丈夫なんですかね。ここシビアよね。えマジで、どうなんの。パフューム6つ、パフュームロックス、サーリングパフューム。ライブの感想をネタバレコズミックポリスの監視の中で紹介できるかを研究せよ。パフューム6ツアー2016コズミックエクスプローラー第1章、国内のアリーナツアー終了しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この後は第2章北米ツアー、そして第3章ドームツアーと続きます。はい、うん、まあですね、今回のツアーはまず場所を決めるところからね、新しいことしてて。そうだったね。そうね、地図を、日本地図広げて、行ったことあるところと行ってみたいところ、いろいろこう塗りつぶしていって、ほんでバランスよく回ろうと、はい、日本をバランスよく回ろうと、ここにアリーナがあるからっていうのではなく、いつもの流れとかじゃなくて、行こうっていうことで行きまして、はい、福井とか徳島とか和歌山とか、ね、行ったことない、ライブやったことないとこでもできたりして、でもかつ、まあ、アルバムのねこのコズミックエクスプローラーっていうツアーで、まあ、日本の国内も、そして海外も、はい、ほんで追加公演でドームも発表されたね。結構いろんな気持ちになりましたよね。乗り換え方も全然違うし移動手段ね、移動仕方ね、陸路なのか空路なのかとか、その選択肢がまず最初に言われるんですよ。普段はない、だって基本決まっとるもん、だいたいいつもね飛行機じゃろうとか、大阪ならもう新幹線でしょ、こういうのがね、とか広島新幹線じゃろうとか、そのだから選択肢から始まり、そうだね、だから初めて行ったからちょっと観光して帰ろうかなって言って、一人旅したりとか、してたね。あんちゃんね、土日に必ずライブあるっていうのも、今まであんまりなかったし、平日とかも挟んでたからね、今まで結構今回は土日でまとまって定期的にやってたよね、そうだね、だから金土日月と地方に行って、出張して、そうで他の3日間でレギュラーものをやってみたいな。結構忙しかったですよ。そうでした、あっという間にね、もう出張行きますみたいな。じゃあライブに来てくれたみんなからの感想書き込みを紹介していきたいと思います。はい、でも今回はさっきウルトラサーバーが言ってたみたいに、ネタバレコズミックポリスっていうのが取り締まってくれるみたいよ。これ今後ろにいらっしゃるのがコズミックポリスさん、これのことなのね。これ曲ストーリーが流れてるだけだけど、ただものすごい監視されてる感はあるね。確かにそう言われたらすごい見られてる気がする。緊張感ある。機械っぽいな多分。そうだね、間違いないね。そうね、近寄ってきてる。バカだ、読むから、怖い、読むから、なんか怖い、進もう、進もう、あ、怖い怖い、あ、すごい怖い、なんか始まるよ、進もう、進めよ、急にそう感じてきた。紹介します。はい、あ、びっくりした。でもまた監視始まる。北海道17歳、女の子、ラジオネーム花花ピー、花花ピー、花ピちゃん、7月3日初めてのパフュームライブに参戦しました。おー、ありがとう。1曲目のイントロが流れた瞬間、友達の肩をガッと掴んで、マルルだ、ピピッと言ってないよ、一瞬反応した、ピピッとしてない、ネタバレしてないと叫んじゃいました。そして涙が出てきました。あら、その友達もライブの序盤ずっと泣いていたそうです。生で見るパフュームは細いし明るいし可愛いし美しいしかっこいいし、本当によかった。感動ありがとう。ニューヨークとロンドンでも応援してます。緊張感すごいよ、もうねえ、喜びがなんかピリッとしちゃうよ。ちょっと危なかったね、一回危なかったよ、危なかったね、一回こっち見たよ、ピリッって言ったよ、でもねちゃんとね、花花ピちゃんは○○だって言って、隠して
くれてるから、そうちゃんとこれ大丈夫大丈夫、危ないこれ大丈夫です。まあ曲名書いてあったらちょっと歩道でしたね、うん、ポリス、うん、これ歩道される時ちょっと怖いね、怖いどうなっちゃうんだろう。次はい続いて、はい、怖いな緊張感すごいよ、振られた瞬間に来んだよね北海道見てるよ。37歳、男性ラジオネーム17歳120ヶ月さん、うん、これもそうなんだね札幌2日目行ったさ、ありがとうさん、生パフューム感動した、わあ、あーちゃんが虫に刺されて大爆笑、そうだった書きすぎだから、完全歩道ですね、これ歩道されて上上がってきちゃってる、焦点いっちゃった、17歳120ヶ月さんがいっちゃいましたね、いっちゃいました、されて、出ちゃったね、そうね、曲名はダメみたい、やっぱり、うん、そうなっちゃダメ、ちょっと37歳なのにね、歩道されちゃいましたそうね、いい大人なのにね、歩道ってね、はい、じゃあ続いていきます、3本来たよ、愛知県26歳男の子、ラジオネームあやとしくん、あやとしくん、アリーナツアー感想お疲れ様でした、ありがとう、北エール2日目参戦しました、僕は静岡と徳島も参戦しているんですが、うん、同じツアーでこんなにも違う、大丈夫じゃないか、こんなにも違うライブを見たことがありません、うん、北海道のライブでは行きたかった幕張スタンディングを想像しながら後悔のないように思いっきり飛んできました、次は名古屋ドームで待ってますので、アメリカツアー気をつけて行ってきてください、 We are Perfume、 あらありがとう、映画の宣伝もしてくれて、そう今 DVD& ブルーレイが発売中です、発売中です、お願いします、いやこれ一瞬反応したね、そうだね、でも私たちのツアーいつもそうですから、まあ、確かに確かに、どんどんねブラッシュアップして変わっていきますから、はい、うんうんうん、でもだいぶ来てくれたね、すごいよ、静岡と徳島と1、2、3、3つ来てくれた、北海道来て、うん、次名古屋ドームも来るって、うん、そうじゃん、たくさん来てくれたん、来てくれてね、確かに静岡はね最初の方だったから、うん、まだ私たちもね、うん、こう想像して作ってきたけどみんなどうかなって思ってる最中くらいだよね、うん、そうだった、でちょっとずつ変わってきて、北エールの最終日なんて2日目なんてもう完成形ですよ、うん、最後できたってなったねこれでできたってなったよね、なったね、ゆかちゃんのシューズ、うん、靴も、うん、今日が一番良かったとか終わった時言ってた、ね、そうなんかねこのツアーで3人ともすごいヒールに悩んでて、うん、靴で悩まされてて、うん、いつも手作りしてもらってるんだけどこの靴は合うけど次の靴ちょっと合わないとか、そう微妙な誤差といつも戦ってたんだよね、右左で違うのね、そうそうそう、多分ね自分の足の状態もあるし、まあまあまあ、靴の手作りのね感覚とか、うん、木型抜く瞬間とかそういうのあるらしいから、うん、それでずっと戦い続けてきたんだけど、うん、北エールの2日目最終日でベスト来たってなっていやラスト最後じゃんってなったんだけどなんか気持ちよくできたんです北エール2日目だったよね、うん、いやだけこれはこんなにも違うが、まあ、もうちょっと具体的だったら報道でした ね、そうだったね、確かにね、ギリいけましたね、完全にね、はい、さすがです、セーフでした、いやみんなありがとうございました、ありがとうございます、いやポリス頑張ってくれてたけど、うん、ちょっともう一応ねこのコズミックエクスプローラー、うん、同じツアーでまあ回っていくので、うん、そのネタバレについてとかって結構ねどの会場でも話してて、うんね、で私たちスタッフとも随分話を重ねたんですけれども、このアルバムのツアーで第1章第2章第3章って行くことが初めてなので、まあどういう風に考えるかなっていうのはあったんですが、まあ一応アリーナツアーが終わったので一旦アリーナで会ったことはいいよ、はい、 OK してくれるんですか、はい、やったー、うずうずしてたよ、あ、本当よかった、ごめんね、いや嬉しいよ、そこにさうずうずしてくれてる気持ちも嬉しいし、ね、なんかそれにも問い合わせもあったんだって、うん、なんだけどもまああの最中そのライブをやってる最中はやっぱサプライズで撮っておいてあげたいっていう私たちの気持ちがあるから、うん、まあ、今回、まあ、コズミックエクスプローラーが続くっていうのがあるので、うんうん、まあ、メインのね
このアルバムのメインのあれとかは、はいはいはい、やっぱあれなんであれですけど、ちょっとね、あれはちょっとね、普通にやっぱ楽しみにしてほしいじゃんっていうのはあるんで、あまりディティールまで言われるとあれですけど、確かにね、まあね、でもまああのプログラムは見返していくけれども、うん、バージョンアップしていく、更新してね、うん、どんどん良くしていこうとは思っているから、うんうんうん、変わっていくでしょうし、ちょっとずつね、うんうん、なので、うん、まあそこの辺は皆さんの上手にやっていただいてでもやっぱりね、やっぱこの感想の熱い気持ちっていうのってやっぱ一番やっぱ嬉しくって、それ今書きたいよね、今思ってることだし、友達にもね言いたいと思って、嬉しいよね。だからアメリカの第2章が始まったら、アメリカの小中はちょっとしうん、アメリカ終わったら OK だよっていうことだよね。そうじゃね、本番中っていうのは。ありがとうね、みんな、本当にありがとう、いろいろ気遣って守ってくれてから、ほんまにもう最高、そこがもう愛だから、うん、いやもう最高だったよ本当に。皆さんこんばんは、かしゆかです。どっちです？あーちゃんです。3人合わせてパフュームです、よろしくお願いします。さっきさ、うん、すずちゃんがさ、うん、ガールズロックスで私たちのライブのこと話してくれてたね。嬉しいよ。本当にちはやふるの映画のチーム30人ぐらいすごかった、ね、来てくれて、うん、でニックマン君はさ、うん、その次の日に一人です。そうそう顔小さい、そう、本当に嬉しかった。トリュフのあれ超いい匂いだったね。ね、お土産ね、買ってみたけどやばかった。アスパラめっちゃ生まれ変わった使わせていただいてます。ありがとう、本当にありがとう。 We are Perfume の感想をネタバレ、コズミックポリスの監視の中で紹介できるかを研究せよ。We are Perfume ワールドツアーサードドキュメントのブルーレイと DVD が発売になりまして、はい、Perfume ロックス掲示板にもたくさんの書き込み届いてます。ありがとう、ありがとうございます。でもこっちネタバレそんな気にしなくていいと思うんですけど、すごい食い気味、もうすぐ来るじゃん、もうすでに開始始めてる、だってもう出てるんだからこれ関係ないけども、じゃあ、まあ、読んでみる、ちょっと紹介していきましょうか、はい、山形県21歳男の子、ラジオネームオムライスツッシー子、ツッシー、ブルーレイ昨日フラゲして繰り返し見てます。ありがとう。まず開けてびっくり、はい、ケースがえどうしたケースが、何にもネタバレしてないよ、ケースがストーリーの網戸になってる、うん、あ、そう、粋ですね、そうそうそう、気づいたね、よく分かってるね。本当にたくさん好きなシーンがあるのですが、特に好きな3つを挙げます、はい、LA で楽屋につながる廊下でダンスの振りを練習するゆかちゃん、私が好きそう、気づいてないんだよねカメラに、そうかもそうかも、そうそうそう、無意識に途中で練習してるやつね、ええ、そして次、ニューヨークであーちゃんが車の窓に書いた文字が街灯に照らされてはっきり見えるところ、あー、ドラマティック、あー、ね、ー、素敵、かる、そして次がニューヨーク公演のゲームで背景の渦巻きとノッチの振りとのコラボレーションです、うん、あー、わかる、わかる、あれ好き、手をぐるーんってするよって、はいはいはい、気持ちいい、あれ、はいはいはい、あとノッチさんのあれですね、あれです、あ、あれ、あれ、あれで、あれです、あれですねは完全に隠してくれてるところ、あれです、やっていいのに隠してくれてるところよ、含まつってるよ、うん、副音声での言い訳、うん、あー、そうそうそう、あ、か、えー、あれ、あれ、子供、子供がいたんでしょ、あー、好き、上がっていったわ、ちょっと、まあ、ってて続きもあるんで読んじゃいますよ、ああ。何がダメだった、副音声での言い訳ありがとうございます、なるほどです、そうでしょ、そしてその直後のあーちゃんのインタビュー、うん、ノッチはいい意味で適当なので最高ですあそこで爆笑うまいことできてたよねあそこ、うん、笑うシーンがいっぱいあったんですけど最後はうるっときました、ね、スタッフさんがあんなに頑張っていたとは知りませんでした、うん、本当にチームみんなでライブを作っているんだと思いました、ありがとう、ありがとう、めっちゃ見てくれてる ね、 ね、本当に繰り返し見てるわ、すごい細かいとこ気づいてくれてるもんね、でもねこっちネタバレとかないんだよな、なかったよ、もう散々喋ってるからね、いろんなとこで喋ってるし、なんならもうリリースされてるし、そうだ、でさっきいいよって言ったんだよそうだ、うん、敏感になってるそうだ、ね、しょうがない ね、 ね、ということで皆さん感想書き込み本当にありがとうございました、ありがとうございます、えまた来た、えまた校長と教頭だ、校長見てる、校長のことすごい見てる、怪しんでるよ、だけどちょっと待って、ちょっと待って、あれ、あ、ちょっと待って、校長自体が、あれ、校長、あ、校長が
ネタバレコズミックボイスに。え、危ねえよ、帰ってこれた、危ねえ。いやいや、すごいスピードで帰ってきた。危ねえよ、マジで。一瞬なんか天井に消えていってきましたけど。いや、え、そう、連れてかれた。あ、やばい、また来た。またポリスが。補導されちゃう。補導されちゃう。これで許してください。はい。コンプリートベストの初回版ですんで、これ私、これ、これでいいですか、これで。あ、ダメだった、余計ダメだった。ネタバレじゃないだから、その感じで来たらワイロかお前みたいな感じになっちゃったの。ダメだよ。あ、でも OK だった、あれだった。でも OK だ。危ねえ、力ずくで帰ってこられたの、これ。あれ、じゃ監視帰ってるだけだ。まだ会社入ってる。何も言ってないから大丈夫。気をつけます、気をつけます。ただやっぱりな、和歌山で見たな、やっぱおやさんダメ、もうちょっとダメですよ。言って危ないよ。ここしか言ってないから別に。氷の上を渡るように言わないと。やめ、いや、じゃあ、何も言ってないですから、やめよう。ただあそこ、起こせみなく、ダメだった、ダメだった、ほら声で言ってた、ダメだったよ、ほら。さあ、でも神ちゃん、もうすいません、とりあえずどうすんの、とりあえずこのコスミックエクスプローラーの第一章が終了したということで、ネタバレはまあ解禁ということになってはいるけれども、まあ3人も言ってたけども、一応そのなんかね、一応その考えよう。ざっくりとした言い方ですけど、まあそうね、楽しみを奪っちゃダメよってことよ、これから行く人のみんなね。そういうこと、そこで引っ張られるなよ、曲に引っ張られないで、みんな察してくれってことですね、そういうことですよね。サーシロエクスプローラー、サーシロエクスプローラー、今始まってきた、松田部長が待ってるから、早めに来いということか。明日のこの時間は我が校の進路室の大王アレキサンドロス大王が登場、アレキサンドロス。